こんにちは皆さんいかがお過ごしですかフルーツラジオご案内の中金久美子ですえ沖縄は梅雨入りしてからずっとから梅雨が続いていましたがえ今日やっと梅雨らしく少しの時間ですが雨が降りましたえでも今はどんよりした雲と風が冷たいだけで雨は降っていません ダムの貯水率が気になります、えー、梅雨の時期は雨が降ってほしいですね断水になったりしないよう私たちの生活に支障が出ないよう適当な雨が降ってくれるよう祈ります、えー、さて今日は、えー、教会の祈りの務めについてお話ししていきますオチマに著書の 教会の祈りの務めの中から祈る意義祈る使命についてとても分かりやすく解説されていまして改めて祈りの重要性教会は祈りのために召されているんだと実感しましたのでそれを伝えたいと思いますでは今日の御言葉の箇所ですが「マタイ18章18節から20節まことにあなた方に告げます」「何でも あなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれておりあなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも。 私の名において集まるところには私もその中にいるからです、えー、まず一番目地上が天を支配するこのマタイ十八章十八節の意味をよく理解することが重要ですこの箇所の重要な注目しなくてはならない特別な点は地上の行動は天の行動より 先にあるということ天がの「つなぐ」このつなぐという意味は、えー、縛るということですねこの何て言うんでしょう、まあえー、例えば、まあ、逮捕される時にこう今は手錠をかけますが昔ですね、まあ、そういう手錠がなかった時には紐で縛っていました、まあ、そういうですね「縛る」という意味なんですがこの「つなぐ」ということは「天」が先ではなく地上がまず「つなぐ」ということなんですね。そして 天がまず先に解くのではなく、地上がまず解く。地上がまず解くんだということなんですね。地上でつなぎ、そして天でもつながれます。地上で解き、そして天でも解かれるのです。つまり天の行動は地上の行動に支配されるというんです。神に反する 一切のものはつながれるつまり縛られなければなりません神と一致するあらゆるものはすべて解かれなければなりませんあらゆることはそれがつながれるにしても解かれるにしてもそれはすべて地上から開始されるというのです出エジプト記17章9節から13節で このようにあります。モーセはヨシュアに言った私たちのために幾人かを選び出て行ってア,メアマレクと戦いなさい明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちますヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦ったモーセとアロンとフルは丘の頂に登ったモーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり 手を下ろしているときは、アマレクが遊生になった。しかし、モーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は、日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアは、アマレクと、その民を、 剣の刃で打ち破っえこの箇所はまあ有名ですけれどもモーセが山の頂で手を挙げる時はいつでもイス,イスラエル人は勝利を得ましたモーセが手を下げるとアマレク人が勝利を得ましたこれは神から出た行動なのかそれともモーセからのものなのかここで私たちは神の働きの原則 神の行動の秘訣を知らなければなりません。まず、神がなそうとする神の見心があります。しかし、私たちが神の見心をなそうとしないなら、神は神の見心をなすことができません。私たちが神の見心でない、神がなそうとされないことを、神に強いてさせることはできません。ここで、 私たちがが知っておく必要があることは私たちは神がなそうとされることを妨げることができえるということです。勝敗は天で神が定めることです。しかし人の前ではモーセが定めることです。天では神がイスラエルに勝利を得させようとされますが地上のモーセが 手を挙げなければイスラエル人は打ち破られるのですモーセが手を挙げるならイスラエル人は勝利を獲得しますこのことの意味は地上が天を支配しているということですエゼキエル36章37節で神である主はこう仰せられる私はイスラエルの家の願いを聞き入れて 次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。神様はイスラエルの家の願いを聞き入れてイスラエル人の人数を増し加え羊の群れのようにしようと言いました。これが神様の目的です。神様の見心を知らないならば神様が勝手に増やせばいいと。 神には何にもできないことがないし神様がしようとすることを誰も邪魔することはできないでしょう。しかしこの御言葉に神の奥義が隠されています。神が事をなされるのは人々によって求められた後に神は成し遂げるのです。 このエゼケールの36章、36章、37節でも、イスラエルの家の願いを聞き入れて、神様がイスラエル人を増やそうと言いました。この原則がはっきりしています。神は一つの、神には一つの身旨があります。神はそれを成すと定めていますけれども、神はそれを自分だけで直ちに行うことはできません。 神様はイスラエル人がこれらのことを神に向かって求めるのを待って初めて彼らに代わって成し遂げるのです。神が、神は地上が天を支配するのを求められています。イザヤ45章11節の中で、イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこう仰せられる。 これから起こることを私に尋ね,尋ねようとするのか私の子らについて私の手で作ったものについて私に命じるのか、まあ、この御言葉は、えー、私たちが神にどのように命じることができるだろうかというふうにです、ねえー、ま思いますね私たちが神様に命じることはできないというふうに考えてしまいますしかし聖書には我が子らについて問い また、我が手の技について、私に命じよと書いています。もちろん、神がなそうとされないことを、私たちが、えー、私たち人が神に強いてさせることはできません。しかし、神がなそうとされることを、私たちは、神がなさるように命じることができるのです。これが私たちの立っている立場です。 私たちは神の御心を知っているのであれば神にこのように祈ることができます。神を私たちはあなたにこのことをしていただかなければなりません。私たちは必ずあなたがこのことをなされるように求めます。あなたはこのようになさらなければなりません。と神の前で力強く祈ることができます。力ある祈りをすることができるのです。 神が今この時代に出したいと思っている御心が何かを私たちは目を開いていただき見せてもらわないといけませんそうしないと私たちは祈ることを知りません何を祈っていいのかわからないので神が動けないのですすべて私たち人が生きているこの地上が動くのを待って天は動きます神は 地上が天を支配するのを求められるのです。二番目に、神様は調和をすることを願っています。神はどうして地上が天を支配するのを求められるのでしょうか。神様は時間の中で制限を受けます。 神は時空を超えることができる方、永遠の方、神様は制限を受けることがない方です。ですけれども、この地上の時間に制限を受けなければいけません。神様はご自身のなさりたいことを自由にすることができません。これは神が人を創造したために、神が与えられた拘束です。創世紀の2章を まあ読むと神様がが人をえ作ったところが書かれていますそしてこのアダムに対して、まあ、アダムを作ってこの自然界にある、えー、植物や動物に名前を付けるようにと、えー、その権限を与えましたそしてそれを自由にそれをするようにというですね、まあ、人は自由意志を与えられて作られました。神神には神の身があり 人にもその人の意志と神の身胸が合わない時には、まあ、神は本当に制限を受けてしまいます。まあ、例えばですが、まあ、部屋にテーブル椅子、まあ、床や天井、まあ、そういうようなものがありますけれどもそしてそこには、まあ、私一人しかいないならば、まあ、意志があるものは私一人ですので。 このようなテーブルや椅子や、まあ、床や天井に制限を受けられる必要はありません。もし地上にあるものが全て霊的なものでないとしたら神は何にも制限を受けることはありません。しかし神はある日人を作られました。人はテーブルや椅子とは違います。人は神の言われることに聞き従いますということができますし 神の言われることに聞き従いませんということもできます。すべては人の意思で物事を決定することができるのです。ですから神が自由意志のある人を作られた後神の力は人の制限を受けるようになりました。神は自分が成したいと思うだけでそれを行うことができなくなったのです。必ず人にそれをしてほしいのか それを求めているのかとそれを承知するかどうかを人に対して意思確認をしなければならなくなったのです。神とまあ、神の身旨と人の意志が調和することが何かことが神様の御心を行うときにはもう不可欠になってきました。神は人が完全に神に服従することを願われます。 神が人に自由意志を与えたのは人の自由意志が神に服従することを選択するためです。決してロボットのように神に拘束されて神にコントロールされる人を願っているのではありません。自分の本当に自由な意志を持って神に服従するということを選択してほしいと神様は願っています。時間の中で神は人の意志の制限を受けます。 神は教会によってなさりたいことをなします今日教会は永遠の世で人が立つべき立場にあらかじめ立っているところです教,教会は人の集まりですので教会にも自由意志がありますしかし教会はその意志を神の権威のもとに服従させあたかも神の身胸以外には一つの自由意志もないかのように 神が何をなさろうとも、そのなすがままをなします。今日、教会がその意志を完全に神の身胸のもとに置くことにより、神の制限のない栄光を表すことができます。ですから、私たち教会が神の前で立っている立場をしっかりと見なければなりません。私たちは、教会を一つの立場に引きずり下ろして、教会は ただだののの集会に過ぎなないいいととうこはでできす。教会は尊い地によってあがなわれ精霊によって再生せられ同時に自分を神の子に捧げ神の身無を喜んで受け入れ神の身無を進んで行い神のために地上で神の証しを喜んで維持する群れなのです。神は単独行動をするわけにはいきません。 神は必ず人との意志と神の身胸との調和を得なければなりませんこの調和された意思こそ神の極度に大きな栄光を表す秘訣です教会の務めはただ福音を伝えるだけではありませんもちろん福音を伝えることが重要なことです教会の務めですですけれども教会の務めは天の身胸を地上に もたらすすことです教会はどのようにして天の実胸を地上にもたらすことができるのでしょうかそれは地上の祈りによってです私たちクリスチャンは祈る重要性を知っていますそしてそれを伝えますですけれどもなぜ祈る必要があるのかその意義をしっかりと本当に心に 受け取っていないな場合がありますですから祈りの重要性を知ることができなくなくっています私たち一人一人の祈りを私たちは小さいと思いますが私たちが思っているように祈りは小さいことではありません。私たち一人一人の祈りは重要でないかのように思います。そしてそのように私の祈りなんてと言いますしかしそれは大きな間違った考え方です。 祈りはとても重要な一つの働きなのです教会は神に対して神よ私たちはあなたの御胸を求めますと祈ります教会は神の御心を知り教会が祈りを通して神様に御心を行っていただくようにと私たちの意志を伝えるこれが祈りですもし教会にこれがないとしたら教会は地上で何の役にも立たなくなります 多くの霊的収容の祈り求める祈りこれは決して働きの祈り勤めの祈りに変わることができませんもし私たちの祈りが全て霊的収容の祈り交わりの祈り求める祈りだけだったら本当に私たちの祈りはとても小さいものになってしまいますもし祈りが神の身旨に従っているとしたら祈りは最も重大なものです教会の祈りは神の 身胸を探り出し教会は神の身胸を発表します祈りはただ神に告げるだけではありません祈りはまた一つの宣言です教会の祈りはすなわち教会が神の側に立って宣言して言うことなのです人の求めるものはすなわち神の求めるものです教会がこのように宣言するならその宣言は立ちどころに 効力を発揮しますずっと昔に、まあ、このことを解説したおチマにこの著書は今日この教会にも必要であり私たちは改めて教会の祈りののの務めの重大さを認識します教会の祈りは神の御心を祈ることであり神が成したいと願っていることに対して私たちが神に賛同して神と調和して 一致すすることが重要です神は私たちの地上の祈りを待って動きます。天を動かすためにはまず私たちがこの地上で神の御心の執行になることが鍵です。この地上から天を動かすことが始まります。なぜ祈るのか。それは神が事をなすために。 私たちの祈り私たちの意思確認をせずにことを行うことができないからです神様はあなたの祈りを教会の祈りを待っています教会は働きの祈り勤めの祈りを神の側に立って宣言していく必要がありますフルーツラジオ今日はウォッチマニーの著書より教会の祈りの 務めの重要性をお話しししていきました私もそうですが祈る意味神がどのような御心を持っているのかそれをはっきりと私たちの目を開かせて見せていただく必要があることを痛感しました。神の側に立った祈りであるのか神が行いたいと思っている御心をしっかり宣言している務め働きの祈りをしていくよう 熱く思わされた一日でしたそれではフルーツラジオ今日はこの辺でお別れです皆様の上に神様の豊かな祝福がありそして祈りの豊かな油が注がれますようお祈りいたしますそれではまた来週ご案内は中金久美智子でした